はい、今日は僕がよく行う腹筋を紹介していきます。まあ、よくやるのは、以前も紹介したことがあるんですが、ハンギングレッグレイズです。次は足を左右に振っていきます。次はダブルクランチです。これはなるべく反動を使わないようにしっかりコントロールした動作で行っていきます。まあ、以上の3つが、まあ、僕がよくやることが多い腹筋です。まあ、これらの腹筋を大体、3セットずつぐらいやってます。まあ、いずれもしっかり、コントロールした動作で、息を吐きながら、腹筋を縮めていく、まあ、そんな意識でやっていくといいと思います。まあ、腹筋も、自分の目的に合わせて、取り入れてみてください。ご視聴ありがとうございました。